早坂修吾は、競輪選手。宮城県仙台市出身。日本競輪学校第90期卒業。日本競輪選手会茨城支部に所属。日本競輪選手会宮城支部から2021年に移籍。師匠は、相原武木。父親は、日本競輪学校第49期生の早坂悟る。2003年。 仙台市立仙台商業高等学校在学中に佐世保競輪場で開催された全国高等学校総合体育大会自転車競技大会のチームスプリントで優勝。同年全国都道府県対抗自転車競技大会では 1km タイムトライアルで優勝。同校卒業後の2004年四日市競輪場で開催されたアジア自転車競技選手権大会では ジュニア部門で1分6秒493の大会新記録を出し、1キロメートルタイムトライアルを制し、競輪でも優勝した。2004年、競輪学校第90期生として入学。同期には、浅井孝太、新田雄大、北鶴翼、坂本龍原がいる。2005年7月3日、青森競輪場でデビュー。2014年より、 トラック短距離のナショナルチーム強化指定選手となる。2015年、別府競輪場で開催された全日本プロ選手権自転車競技大会では 1km タイムトライアルで3位に入賞した。2016年、伊東温泉競輪場で開催された全日本プロ選手権自転車競技大会では 1km タイムトライアルで初優勝。2017年、 和歌山競輪場で開催された全日本プロ選手権自転車競技大会では 1km タイムトライアルで優勝し2連覇を果たす2017年12月に行われた伊東温泉競輪の開設記念で G3 初制覇を果たす2021年1月大宮記念終了後に茨城市部へ移籍を発表した力強い徹底選考が持ち味で主導権に 関しては強いこだわりを持ち、ダッシュを生かした、かましの破壊力は相当なものである。ありがとうございます。